特集です。姫路市立高浜小学校マーチングバンド部はこれまでに数々の賞に輝くなど名門として知られています。コロナの影響で満足な練習ができない中、全国大会出場を目指して奮闘する子どもたちの姿を取材しました。姫路市立高浜小学校、夏休みにもかかわらず朝早くから多くの子どもたちが集まってきます。おはよう。今から何するんですか、みんな。マッチングの練習。マッチング練習で練習するの。はい、1等、2等、3等、4等、5等、6等、7等、8。小学4年生から6年生までの55人が所属する高浜小学校マーチングバンド部。今月10日に開かれる大会を前に練習に熱が入ります。タタタン、タタタン、タタタン、タタタン。後から入ってくるトランペットも遅れとうで、カンタン、タタタンって入ってくる人遅れとう。小学6年生の森永光くんです。キャプテンを務めています。先生に言われたところをちゃんとできるように毎回工夫してやってます。動きとか揃えるためにはどうやってやってる？感覚で覚えたり、なんかずっとやってたら自然に覚えていくみたいな。マーチングバンドは演奏をしながらその演奏曲に合った動きを加えたもので、音楽と動きの調和が取れていることや隊列を乱さないことが求められます。そのため全員が揃うまで何度も繰り返し練習を行います。今日できたところをさらに良くなるように、できてないところはできるようになるように、あと11日間です。みんなで上手になれるように頑張りましょう。いいですか？はい。子どもたちの活動を保護者も支えています。暑いけど、なんか上手くなるのが楽しくて頑張れる。大変だけど、みんな全国大会行きたいっていう思いがあるので、全国大会行けるように頑張りたいと思ってます。高浜小学校マーチングバンド部は今年で結成14年目になります。これまでに全国大会に12回出場した名門です。光くんの一つ上の姉、ひまわりさんが主将を務めていた去年も全国大会に出場しました。この日はひまわりさんが練習の様子を見に来ていました。だんだんよくなっていって、上級生を集めて話し合いとかしてて、なんかちゃんとまとめられてるなって思います。練習に励む子どもたち、しかしここ数年は新型コロナウイルスの影響で満足な練習ができなかったと顧問の池田先生は振り返ります。特に厳しいのはやっぱり管楽器が副楽器なので、マスクを取らないとあかんということで、まあ、子どもと子どもの距離感であったりとか、今までこう丸1日できてた練習とか、こう毎日できてた練習が週1回は休みましょうとか、結構その辺が大変かなとは思います。職員室前にはこれまでに獲得したトロフィーや表彰状が飾られています。チームが目指しているのは今月10日に開かれる関西大会で上位の成績を収め、
全国大会に出場することです。大会で演奏するのはパイレーツ・オブ・カリビアンです。マーチングっていうのは一人ではできない子どもだけじゃなくて、まあ、保護者の方であったりとか地域の方の支えがあることによって成り立っているバンドでもあるし、いろんな人に支えられてるし、サポートがあるからこそみんなはしっかり練習ができるんだよっていう気持ちをいつまでも持って成長してほしいなと思います。光くんの自宅を訪ねました。去年チームを全国大会に導いたひまわりさんにチームをまとめる秘訣を聞きました。自分だけが誰かでもマーチングは集団でやるものなので、休み時間に6年生とかのメンバーを集めて話し合っていろんな意見を取り入れることですか。これは一番最後にひまわりさんが今も大切に保管しているのは、当時練習着として使用していた T シャツです。T シャツには友達や顧問の先生からのメッセージが書かれています。お姉ちゃんのようにすぐパッと物を言えて、みんなをまとめられるキャプテンになりたいです。彼なりにまあしっかりまとめようと頑張っているのは伝わってきているので応援しています。この日は地域のイベント姫路マーチングフェスタが開かれ、高浜小学校も参加しました。多くの地域の人も訪れ、光くんのお母さんの姿もありました。それでは高浜小学校マーチングバンドの皆さん、お願いします。練習に励んだ名門高浜小学校マーチングバンド部。一言で言ったら楽しかったです。音のでかさとかまだ未完成でできてないから、そこを完璧にして全国大会に行きたいです。まもなく開催される関西大会でも心を一つに演奏を披露します。